せーの、ジャニーラブだよラブだよ。どうもジャニーちゃんです。どうもジャニーくんです。今回は12月15日金曜日から12月17日日曜日のスノーマン出演情報をお伝えします。やっていこう。やっていこう。まずは NHK みんなの手話再放送、佐久間くんがレギュラーとしてスタジオ出演。12月15日金曜日11時30分から11時55分に NHK E テレにて放送。今回は第11課、食べ物や飲み物を表す表現の再放送です。次ショイン、ブンブン。続きましてそれスノーマンにやらせてください。スノーマン全員がスタジオ出演。12月15日金曜日20時から20時54分に TBS にて放送。今回のロケ担当は佐久間くんと岩本くん。スタジオゲストはソニコイチだね。スタジオゲストは森泉さん。ロケ内容は2本立てで、佐久間くんが幻の珍獣探し、岩本くんが幻のレアキノコ探しに行きます。山本くんが山に行くと山本って言われるんだよ。あ、そっかそっか、それその中でね。そっかそっか。佐久間くんのロケには藤岡弘さんと藤岡弘さんの娘さん22歳も同行します。渋いね。何の宣伝なんだろう。どうも藤岡弘です。ね、珍しい。で、おそらく今回の放送内で1月5日に放送されるソレスの新春2時間半スペシャルの告知もあるんじゃないかなと予想しています。やった、ね、今さらっと言っちゃったけど、1月5日ソレスの2時間半スペシャル決定しました。そうだね、やったね。視聴者のさつきちさんが教えてくれました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そう、テレビガイドに載っていたらしいです。次ですかね。はい、次ピュン。続きまして今日からヒットマン第8話最終回、深澤くんと岩本くんが出演。12月15日金曜日23時15分から24時15分にテレビ朝日にて放送。今回最終話には岩本くんがゲスト出演します。懐かしい感じだね。岩本くんが次のテレ朝ドラマに出るのでね。こちらです。共演シーンの内容です、これはウェブ記事をスクショしたものです、ちょっと読みますね、共演シーンの舞台は深澤演じる山本が働くイージーフード社内のエレベーター。企画書を片手に急ぐ深澤くんが閉まりかけたエレベーターに乗り込むと、そこにはボディーガード会社に勤める要人警護ボディーガードのスペシャリスト岩本くんの姿がと、なのでね、深澤の姿って書いてあるね。ね、北沢は岩本くんね。なるほど、役名が北沢なんだね。そう、エレベーターの中でのシーンになるようです、ちょっと短いみたいだけどね、いわゆる嵐の時にあったドラマリレーみたいな感じなんだ ね、多分最後の方に出てきそうなイメージだよね、すごい ね、 ね、楽しみ楽しみ、ちょっとです。では次、シュイン、バンバン。続きまして夜明けのラビット、佐久間くんが出演。12月16日土曜日5時45分から7時30分に TBS にて放送。12月12日火曜日に佐久間くんが出た時のオープニングトークやアフタートークが放送されます。そうだね、恒例となりました ね、 ね、夜明けのラビット、シュイン、ブンブン。続きまして向井くんがレギュラー出演しているドッキリグランプリですが、12月16日土曜日の放送はありません。次回の放送は年が明けて1月6日土曜日19時から21時2時間スペシャルです。そうなんだよね、もうないんだよね、ずっと ね寂しい ね。マッサマンシュイン、ブンブン。続きましてヒロミのおせっかい、佐久間くんがロケ出演。12月17日日曜日15時から16時55分に日テレにて放送。関東ローカルです。この番組は新番組です。佐久間くんはゲストではなく MC 的な立場で出演するようです。 MC というかね、ヒロミさんとシソンヌ長谷川さんと佐久間くんの3人がメインキャストみたいな感じで、そうなの、そう、そこにゲストがやってくるという番組、ちなみにレギュラー番組ではなくて、とりあえず今回初めてやると。はい、多分これで評判が良ければ第2弾がやるっていう感じね、テストみたいな感じかなだね。ドン、シュイン。さあ、こちらは X の情報です。ロケ情報はこれね、不思議なメンツだと思ったら新番組だからだったんだと、ね、これ何かっていうと目撃情報がね、11月16日に出てて、佐久間くんとヒロミさんの ねこれでしたという、ね、このみんな何の番組だろうってね、そうしっくりこないって言ってたんだよね。そりゃそうだって話、シュイン。でこちらが内容ね、こんな内容です、結構面白そう。買い物の達人ヒロミとお買い物が大好きなシソンヌ長谷川、スノーマン佐久間がより良いお買い物ができるように何かとおせっかい、いやおせっかいしちゃう番組です。
そう、その下にね、うん、そうここだね、うん、しか真ん中ら辺読みますね、うん、しかもヒロミも長谷川も佐久間も買いまくっちゃいます、うん、もう止まらないと。面白そうだね、うん、佐久間くん結構普段高いもの買ってるからね。そうだね、どういうものを買うんだろうね。でもうちょっと下見ると、うん、今回のゲストが3人いて、その色がついてるとこね、うんうん、ダイアン津田さんがベンツを買いに行くのを手伝うと。すごい。ここちょっと佐久間くんのさ、マイカーの話聞けそうだよね。佐久間くんはなんだっけね、車はね一応噂でうちのマイカー、うん、アウディだっけ、チャンネルで扱ったのだとアウディの黒い大きい車と、うん、で、あとは、うん、あれだね、極楽とんぼね、山本さん夫妻が、なんか財布、あ、布団か、うんうん、布団買ったり、あと、江本時雄さんって読むんだっけ、それ。うんうんうん、江本時雄さんが、息子さんやね、そう、ね、高級財布とか買うらしいから、そこもちょっと佐久間くんのね、好きなブランドの話とか。うん、なんかこう垣間見えたりしないかなっていうとこあるよ ね、うん、ね、買い物からね、佐久間くんのなんか人生哲学とか、ね、好きなものとか、ね、そういうのがね見られると楽しいよ ね、うん、深澤くんと佐久間くんと渡辺くんの3人の LINE グループの名前は、うん、爆買い3っていう名前になって、うん、そうだよ ね、 ね、だからなんか面白そう、爆買い、うん、番組内でもするみたいですね。買い物も上手そうです ね、 ね、 TVer での配信有無はまだ分かりません、うん、ぜひやってください、ね、続きまして配信です、うん、チート第9話が TVer にて配信されます、うんうん、岩本くんが過去に出演したドラマです。そうだね、シュイン、次ブンブン、続きましてラジオです。佐久間大輔の待って無理しんどい、12月16日土曜日、うん、20時から21時に文化放送にて放送、うん、今回はゲストが2人です。 お笑いコンビアイデンティティの田島さんと、うん、お笑い芸人のピンのお笑い芸人さんの R 藤本さんが登場、うん、この2人はドラゴンボール芸人と呼ばれているらしいです、うん、そうだね、あ、有名なんだね。ねえ、ジャニ君世代だともうすごいもうハマってますねそうなんだ、めちゃめちゃ面白い、でドラゴンボールトークを3人でするということです、うんうん、そうか、佐久間くんはドラゴンボールも見てるんだね。まあそうなんじゃない、楽しみだ ね、 ね、うん、で今回スペシャルウィークのため聴取率が調査されます、うん、絶対必見ですね。でこれはスノタンの声です、うん、なんかひたすらドラゴンボールネタというか、うん、あのシーンの再現とかモノマネとかゲラゲラ笑って収集つかなそうという声が上がってます。うん、爆笑で大渋滞するのが思い浮かびますと、なんか面白い回になりそうです。そうだね、ドラゴンボールネタで ね盛り上がること間違いなしですね。です、次ショインバーバー、雑誌が6冊あります。はい、月刊ザテレビジョン2月号、うん、スノーマンが表紙で岩本くんと渡辺くんも掲載されます、うん、まあドラマ関連だ ね、岩本くんと渡辺くんは、うん、次ショインバーバー、クラップ1月号に渡辺くんと佐久間くんが掲載、うん、渡辺くんはドラマ関連で、佐久間くんは映画マッチング関連で掲載されます、うん、出てきました ね、 ね、佐久間くんもね、マッチング関係か、そう、金子信明さんと2人で出るみたいです、うん、ね、そろそろプロモ期突入ですか ね、 いいですね、バンバン、ショイン、月刊テレビナビ2月号、うん、スノーマンと岩本くんが掲載です、うん、こちらもドラマだね、うん、ショイン、白石麻衣さんか、そうそう、バンバン、月刊テレビガイド2月号、うん、スノーマンと岩本くんと目黒くんが掲載、うん、めめ珍しいね、そう、目黒くんがこれ表紙に載ってるんだけどちょっとよく分かんなくて、うんうんうん、最新の推し事情に迫る俺の最推しっていう文字の下に目黒くんと永瀬廉くんの写真が写ってると、うん、何なんだかよく分かんないけど、なんか、なんか載るみたいです。はい、次シュイン、バブン、テレビファン2月号、スノーマンと岩本くんと渡辺くんが掲載、うん、スノーマンのグラビアと、うん、あとはドラマ関連だね、また、ね、出まくりだね、うん、この2人 ね、 主演だからね、ショイン、ブブン、大人のデジタルテレビナビ2月号、うん、岩本くんが掲載、うん、こちらもドラマだね、うん、白石麻衣さんと掲載されます。はい、次ショイン、ブンブン、続きまして お知らせというかその他の出演情報が2つあります、うん、1つ目が横浜映画祭受賞式のチケット一般販売開始です。目黒くんが登壇するかもしれません。かもなんです。かもなんです。まだね。そう、うん。で、チケットが販売開始されるのが12月16日土曜日、10時からチケットピアにて開始。うんうんうん。で、授賞式自体は2月4日に開催されます。うん、うん、
これ確か3000円でしたよね。3000円、ね、3000円だね。迷う値段です ね、メメタンはね。そう、出るか分かんないから ね。まだ確定まだしてないんだね。全くね、目黒くん自身も受賞しましたとか言及もしてないような気がするんだよ ね。下手すると当日まで分からないみたいな会場のスノタンみんな帰っちゃう ね、いなかったらね。どうなんでしょうね、こういうのはね、もやもやしますけど ね、早めに発表してほしいよね。チケットを売る前には少なくとも、ね、そうだよね。はい、次行ってみましょうかね。はい、ブンショインババン。続きましてこちらはグッズ販売情報です。ブランクドットポップアップストアというジャニーズショップの後継ストアで、グリーティングうちわというグッズ、まあうちわだよ ね、が販売されます。スノーマン9人が1枚に写ってる、ね、うちわ、まあちょっといわくつきのグッズというかまあ今年カオコンがなかったからね、うんうんうん、それ用に作ったグリーティングうちわを売ろうっていう話ですかね、だと予想されているよね、ファンにね。でこれがまだ予想なんだこれ、まあ、特に何もあっちは言及し、ただ普通にグリーティングうちは売りますって言ってるだけ。なるほどね、うんうん、12月15日金曜日から販売開始です。オンラインショップでも買えると思います、楽しみだね。ですはい、そしてはい、続きましてスノーマン1月期ドラマ初回放送日まとめです。おうおうおう、視聴者のカズネちゃんがまとめてくれました、ありがとうねカズネちゃんありがとうございます、ね、まず4つありますよね、上が向井くんが出演するリビングの松永さんが、そうだそうだ、1月9日火曜日からスタート、おー向井くんから、ね、来年は始まってくるわけね。そう、予想の 1,2 週間ぐらい早い、早いね。1月9日です。新年明けて、まあ、すぐみたいな。そう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 、ね、いいね、ね、そして岩本くんが出演する恋する警護24時が1月13日土曜日から、おそらくまだ発表されてないけど、初回は1時間スペシャルのはずです。そっか、本来30分だけど1時間スペシャルだと思います。そして宮舘くんが出演する大奥が1月18日木曜日にスタート、こちらはもうすでに初回75分拡大スペシャルと発表されています。あ、そうなんだ、楽しみだ ね、そして渡辺くんが出演する先生さよならが1月22日月曜日スタートと、ショッピーが一番最後なんだ ね、でこれ書いてあるけど、松永さん早い、ショッピーの放送日デビュー日って、スノーマンの1月22日デビュー日、そうだそうだ、ね、気づかなかった ね、めでたい偶然です ね、ということです。はい、次ですかね。はい、シュイン。続きまして、はい、アイアム冒険少年、次回の放送は1月です。早いな。ドッキリグランプリも年内ないけど、アイアム冒険少年も年内ありません。これは公式のツイートです、次回は来年1月8日月曜日、いつもより30分早い夜6時半から新春脱出島スペシャル。でもメメとか向井くんが出るわけじゃなさそうだね、暴れるくんが脱出島に参戦です。なんかもう年末年始はもうスペシャルばっかりっていうことなんだね。そうだね、なんかちょっと残念だね見たい気もするよ ね。はい、次ですかね。はい、シュイン、ブブン。続きまして、渡辺翔太のドラマバーター出演者決定です、ついに決まったんだ。そうです。誰だ誰だ。先生さよならですね、さよなら。新キャスト情報、2024年1月期新ドラ先生さよなら、渡辺翔太に恋する弥生に恋心を抱くバスケ部のエースに中村レイヤー、セブンメンが来たんだ、ね、いいねだけじゃないんですよ。え、まさかのあと2人います。そんなに、これは衝撃でした。3人いるとは思わなかったね。その複雑な恋模様を見守る友人たちに菅田琳寧と檜山康生が決定と。おお、少年忍者から。そう、すごい ね。1人はジュニアが出ると思ってたけど、まさか2人も。そう、まあ生徒役だもん ね、 多分 ね、確かに出しやすいよね、生徒役、全員生徒役。そうなんだ、だから若いからちょうどいいんだろうね、リンネ君はね、サスケとかで結構有名だよね。そうね、すごいメンバーがすごい、やっぱレイヤ君かなんね、レ
レア君っぽいよな。そうだね、この3人の中でもレア君が結構メインって感じだよね。あとの2人は見守る友人たちっていうちょっとサブみたいなね。うん、シュイン、ババン。これはスノタのツイートです、うん、先生さよなら追加キャスト渡辺くんとドリボで共演してる人たちだって、うん、そう、そうなんだ。そう、全員ね、うん、3人ともこの間のドリームボーイズに出てた。だから気心知れた仲間という形だね。なるほど、若干ショッピー派というか。そう、そうかもしれないね。というか、あ、そっか、ドリボは誰がやったんだ。渡辺くんが座長だよ。で、誰が監督、監督小市くんかな。小市くんか、うんうん、じゃあ小市くん派だね多分ね。そうだね、食事にも渡辺くんが連れてってくれたって言ってたから、多分食事とかも行ったことがある仲だ ね。レイヤくんかっこいいよね。ショインババン。これもスノダのツイート、うん、ドリボの座長を務め主演ドラマの先生さよならには後輩が3人、うん、今のショッピーは後輩や座組を背負う座長の立ち位置が適役っていうことなんだな、うん、本当にすごいって。いきなりすごい成長を遂げたメンバー、ね、という感じだね。まあスノーマンの中でもね、年下の目黒くんとか、うん、ラウちゃんにすごい慕われてるから。確かに確かに、ね、やっぱりショッピーはそういうね、座長とかそういう座組を担うくらいのね、もうポジションになってるし。なってるね。なんか後輩からもすごい慕われてそうな印象があるよね。あるね。ね、次ですかね。ですな。てかなんか忘れてたけどさ、うちのさ、うちのチャンネルの生配信で檜山くんが出そうっていう情報をやったけど当たってたね、うん、なぜか。へえ、檜山くんってどういった方なの。あんまり知らないな。私も全然知らないけど、少年忍者、ね、少年忍者の方なんだね。方です。まあ期待されてるってことだよね。あ、まあそうだよね、確かに。さあ次ですかね。はい、シュイン、ババン。続きまして、うん、スノーマンスペシャルライブのリハ開始と。これは年末の生配信のことですかね。そうそう、12月31日にの YouTube スペシャルライブの話です。うんうん、昨日12月13日に更新された佐久間くんのブログで報告がありました。うん、おろ、そっかそっか。スペシャルライブのリハが始まっ、うん、リハ始まってますみたいな感じに書いてありました。リハ始まってるってことは何回もやるっていう、うん、まあそうだよね。だって1時間半ライブの時間があるから、さすがにリハ1回はきついんじゃない。大変だね、忙しいのに ね。ありがとうだ ね。その担のためにね。逆に今から間に合うんだと思った、うん、すごいよね。すごいね。だからおそらく12月10日あたりから始まってるんじゃないかと想定できるよね。そうだね。シュイン、ババン。続きまして、スノと被るキンプリ大晦日生配信時間決定。おー、きなこママちゃんありがとうね。そう、きなこママちゃんが動画のコメント欄に書いてくれました。うん、読んでいますね。はい、お願いします。キンプリの大晦日は12時から遊ぶ括弧生配信、16時から振り返る括弧生配信ではない、23時半から年越す括弧生配信、ということで、スノーとパフォーマンスの生配信は被らないねと。同節の記録は作れるかな。年越しの部分は被るけど、他のグループも同じか以上で年越しして、結局みんな映り込んで他のグループもまとめて年越しとかないかな。規模大きくなりすぎて無理か。そうなんだ、すごいね。続々と大晦日の他グループの情報が出てきてるってことだよ ね。ちなみにスノーマンは20時30分から22時までがライブパート、でそこで、どこだっけな、女性自身かなんかの記事の報道によると、そのライブパートで同時接続数日本一の記録をメンバーは目指してるらしいと報道されています。だからまあキンプリと被らない方がありがたいよね、記録として。なるほど ね。じゃあベストとかもパフォーマンスは被らないようにみたいな配慮が、どうなんだろうね。20時半ってまあゴールデンタイムみたいなもんだからね、配慮してたらキリがないからどうなんだろうか。そうだ ね。あとスタッフの数が足りるのかっていうところも心配になってくる ね。少し ね。はい、次ですかね。んですね。ショイン、ボンボン。続きまして、こちらはマックスブラックさんかな、が投稿してくれた情報です。はい、で YouTube で2023年に注目された動画ランキングが発表されたみたいです。で、音楽部門の3位が
スノーマンのタペストリー、うん、8位がキンプリ、うん、ライフゴーズオン、うん、9位がストーンズこっから、10位スノーマンデンジャーホリックでした、うん。こっからは今年1億再生突破して話題となっていましたが、うん、ランキングはおそらく純粋な再生回数が反映されているのかもしれませんね、うん、まあいわゆる再生回数×視聴時間みたいなことかもしれないよ ね、なんかね指標はね載ってたんだけど忘れちゃいました、うん、あそうなんだ、うん、でストーンズのこっからは多分ほらみんな1億回再生チャレンジみたいな感じでループ再生とかしまくったり、うんうん、ちょっと再生して切ったりとかいう人もいるから、うん、そういうのを除いた純粋な、うん、なるほど YouTube の基準でね、うん、そうそうそうランキングを作ったということか、そうそうそう、うん、ちなみに1位はアイドル、うんだったんでしょうねもちろんね、あそうかもね、うん、ちなみにトップトレンド動画の6位にスノーマンのパワー、うん、ダンプラパワーが人気 YouTuber に食い込んでます、確かにねかっこよかったねあのダンプラ、ね、ちょっと意外だったなパワーのダンプラか、うん、ですです、次ですかね、はい、シュイン、バンバン、そして今の続きで YouTube ラン、うん、YouTube ランキングトップゲームの7位に阿部ちゃんのスプラゲーム会も入っています、これは放課後ゲーミングライフの話ね、うん、なぜか阿部ちゃんがゲストに来た回だけめっちゃ見られてたんだよ ね、そうだよね、何なんだろうねすごいね阿部ちゃん、まあスプラ人気もあるし、うんうん、まあ、阿部ちゃんも面白かったってことかな、かな、はい、次ですかね、ショインババン、こちらはうのちゃんからね、ありがとうございます、おすすめの雑誌情報です、うん、テレビガイドすごいです、うんうん、セットスター83人の証明写真、うん、スノーマン表紙タキシード、年末年始スペシャルトーク、うん、スノーダルマ、いい顔、うん、いい顔のみんなが見れて幸せというね、すごいね、うのちゃんよくね買った後にこの雑誌がお得だったよ、うん、いっぱい載ってたよって教えてくれるんだよ ね、情報ありがとうございます、ね、テレビガイドぜひ手に取ってみてください、ね、タキシードかっこよかった ね、うん、続きましてマリクマちゃんからの情報、マリクマちゃんもいつもありがとう、ありがとうございます、12月23日土曜日、うん、14時から黄金のワンスプーン、うん、聖なる夜に宮舘を添えてが放送されます、知らなかった、これね 1時間放送される、いつもは30分だったよね、すごいじゃん、うん、へー、そう特別にだから全10回だったのが、うん、まあ、実質11回になると、ね、まあ好評だったっていうことだよ ねすごいな伊達さんね、そんな急遽決められるもんなのかな、ね、最初から決まってたのかはちょっとよくわかんないけどね、やっぱり評判が良かったんじゃない、そうだよね、あの時間帯なんだから ねお昼に土曜のお昼、ね、いいですね、ねえ、嫌だてを添えて添えてありますねもう絶好調です ね伊達様ね、はい、そんなとこですかね、今日はそんなとこですね、はい、ありがとうございました、それでは次回は次の日曜日に出演情報を更新します、うん、はい、それではご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、この動画が良かったと思った方グッドボタンとチャンネル登録もよろしくね、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう、せーの、ラブだよ、バイバイ、せーの、ジャニー、ジャニー。